アブディエル様はお前たちが来ることを禁じられていたはずだ。魔王城には東京駅という場所から侵入することができる。だが命が惜しくば帰るがよい。この地の悪魔たちはあまりに強い。また日本支部のものか。お、退去を命じたはずの者たちが。なるほど、武勲を立てたいわけではなく真に平和を願っての行動だというのか。いずれにせよ来てしまった以上仕方ない。本作戦中は我ら本部の指示に従ってもらう。さて、今我々は混沌の悪魔たちの本拠地に攻め込んでいる最中だ。混沌の悪魔を率いる魔王打倒のため、他の支部の仲間と連携を取りつつ、せいぜい注意して作戦の遂行に励め。お前、太宰一郎と言ったな。はい。お前はこやつに比べて頼りない。少しばかり手を貸してやろう。うわっ。お前に従うよう命じてある。天使と協力し秩序を守るために戦うがいい。ありがとうございます。そして小僧、何時とは今回の作戦終了後改めて話をしたい。大天使アブディエル様か。おっかないと思っていたけど、優しいところもあるよな。じゃあ俺も打倒魔王のために頑張るぜ。お前も気をつけるんだな。you
腰に。良いか。良いですか。良いですか。おい。
少年。ぶりじゃのう。なかなかの活躍ぶりでその名も轟いておるぞ。さて、休活を除したいところじゃが。その必要はない。我らと出会った後、ベテルにダクダクと従い、生きているだけの様子。お前が目をかけるほどのものとも思えん。先の悪魔のように葬ってやる。ふん、聞いての通りじゃ。わらわが見込むそなたの腕、見せてくれるか。ラフムを撃ったという噂、嘘ではなかったか。それほどの腕を持ちながらベテルに従うとは、何を考えて行動している。貴様とて悪魔が人間に害をなす様を見たである。そして人間が悪魔にそそのかされる様を見たはずだ。その者たちは幸せになったか、それとも不幸だったか。悪魔の存在は人間を不幸にする。貴様はどうか知らんが、少なくとも俺は そうだろうか。ラフムと関わったばかり。どうした。わらわは見ておったぞ。その少年がラフムにたぶらかされた娘を助けられなかったことをな。そればかりか、一緒に来た娘さえ守れずに死なせてしまったのだったな。そうか。貴様も悪魔によって親しき者を亡くしたか。悪魔は人の弱さをつく。この世界に不必要な存在なのだ。また会おうぞ。悪魔はこの世界に不要な存在か。だとしたら私も不要な存在なのだろうか。我々はラフムと関わったがために失われた二つの命を目の当たりにした。私と関わったことで、少年、君が戦いに巻き込まれてしまったのは事実だ。私は君にとって良い存在なのだろうか。本当、そうか。そう感じてもらえているなら幸いだ。これからも君を守るために力を尽くすと誓おう。
あんたの用がね。てかあんたじゃないと、あの大穴具合。